今始まる。格闘ファンの夢がついに現実となった。ただいまより K-1VS 猪木軍特別試合第3試合を行います。K-1 の出身者する猛獣を逮捕する、シルバーゲートよりミルコ・クロコップ選手が入場。K-1 を愛してくれる2つのためにも今日は負けたくない。そして今このミルコ・クロコップはオープンフィンガーグローブを甲にはめました。ゆっくりとこれからこの会場に姿を現すとき、果たして埼玉スーパーアリーナの観衆はどういうボルテージで迎えるのか。K-1 対猪木軍頂上決戦、 K-1 軍総大将ミルコ・クロコップ。 K-1 の代表としてついに頂上決戦の時が来ました。石井館長も見つめる中、 K-1 の代表ミルコ・クロコップ、俺自身が何か新しいものに生まれ変わりたいんだ、自分を変えるチャンスとして今回この猪木軍との全面戦争のリングに立つ。そして K-1 を愛し、これまで自分を支持してくれたそんな皆さんのためにも負けたくはないんだ。藤田であろうが誰であろうが、俺の前に立ちはだかる奴は全て破っていく。そしてもし万が一私の負けを予想する人がいれば、そんな人たちをあっと驚かせるような試合を今日は絶対に見せよう。打撃の強さ、身体能力の高さは K-1 トップクラス。藤田がタックルに来るならば、俺は倒れずに確実に相手の体を仕留めてみせる。 K-1 代表総大将ミルコ・クロコップ現役 IWGP チャンピオン、ついに K-1 リング初見参。歴史が動いた。ゴールドゲートより藤田和幸選手の入場です。 Welcome to the K-1 ring. Here's your favorite IWGP Heavyweight Division Champion. 藤田にこの声は聞こえるか。場内は藤田コールが沸き起こっている。これから戦いの頂に競り上がっていくときに、その声援を全身に受ける。その声援に期待に応えるように、藤田和幸は今自分の目を閉じ、瞑想黙想の世界。さあ猪木イズム最後の継承者だ。俺から猪木イズムの輝きを感じ取れ。猪木軍代表総大将藤田和幸健三、アントニオ猪木の最後の付き人を務め、猪木イズム最後の継承者と呼ばれる男、アントニオ猪木が今日の K-1 対猪木軍ミルコ・クロコップとの頂上決戦に藤田を指名したことは、この男をもって他になし、そしてあまりにも当然の流れでした。待ち受けるミルコ・クロコップに対して藤田は一歩も引かぬ構え。常にかつてアントニオ猪木さんは異種格闘技戦に挑み、時代を先取りしたその猪木の精神を体現する藤田は、全身全霊で全力で今日の対抗戦を最高の形で締め切っていきたい。その最高の形を実現するために17キロもの減量をいとわなかった藤田和幸、剣道家臣がセコンドとしてがっちりつく中、まさに全ての総合格闘技界猪木軍の誇りを背負っての入場になります。行けば分かるのかこの道は。猪木イズム最後の継承者藤田和幸。
99.0kg IKBF 世界フルコンタクトヘビー級チャンピオン、ミルコ・クロッド・ペリー。赤コーナーは182cm 113.0kg IWGP ヘビー級王者、藤田はじゆき。藤田の視線はあくまで静かです。ただ戦いの炎は燃えているはず。ミルコ・クロコップを迎え撃ちます。 K1 対猪木軍、まさに頂上決戦。3分3ラウンド、ギブアップ KO による決着がつかないときのみ最大2ラウンドの延長。それでも決着がつかないときには引き分けになります。ジャッジによる判定は一切ありません。あくまで完全決着を可能な限り追求したルール。藤田かミルコか、 K1 軍か猪木軍か。解説は角田信明さん、ロサンゼルスソウルオリンピックのレスリングの銀メダリスト太田明さん、そして週刊ゴング金沢克彦さんです。石井館長を見つめる中、そして猪木イズム最後の継承者藤田ミルコか、それとも藤田なのか、一体どっちが強いんだ。頂上決戦だ。藤田が低い体勢タックルに行く。ファーストコンタクトが決まるのか。タックル取りに行く、逃げる、取らせない。ここはミルコの生命線です。逃げる逃げる、取らせないですね。取らせない、タックルは取らせない。タックルを取った瞬間に流れがいった。そうだ、抱え込んだ。しかし倒されない、抵抗を奪われない、ノックは作れない。マウントを取るか、マウントを取るか、足を取るか、これは横しようか。最高の転倒ですね、これ藤田の体勢ですよね、藤田が言うんです、藤田が言うんです、ここからどう持っていく。ここから持っていきましょう、膝出てくるでしょ、膝使いますね。今出血ですね、すごい出血ですね、すごい大量の血だ今。藤田がミルコの蹴りですね、蹴りですか、ミルコの蹴りですね。今タックル行った時に蹴りましたでしょ、ミルコが膝を蹴ったんですよ。そうですね、それが左の枕の上、ものすごい今ものすごいパックリ開いてますよ。ざっくり割れました。これは返り血です、返り血ですね。藤田返り血です。切れてるのは藤田、藤田選手がタックル行った時にミルコが膝蹴りを合わせたでしょ、そうですね、合わせ方がうまかったんですよ。あれがカウンターで横から振るとね、タックル抜けられちゃうんですけど、真下から突き上げたでしょ、はい、かなり深く割れてます。いや深い傷だ、深い傷だ、かなり深く割れてます。ザクロがパックリ割れたかのような。一体どうなる、ドクターチェックが入る。家臣が心配そうに見つめている。どうだ、続けられるのか。うわー深い、すごい深いですよ、深い、骨が見えそうだ。藤田は戦いたい、ミルコも戦いたい。島田由紀の振りどうする。あーっと、ここでドクターストップだ。藤田無念、ドクターストップ、ドクターストップだ。ただいまの試合1ラウンド39秒、実質ファーストコンタクトで決まってしまった。藤田選手はまだ戦えると思うんですけど、ドクターは適切な判断をしたと思うんですね、はい、藤田選手の悔しい気持ちは僕もよく分かりますけど、はい、分かります。間違いなくこれミルコの膝蹴りで与えたダメージですからね、はい、そうですね。これは膝蹴りが間違いなくタックルしたところへ、はい、あれだけ の傷を負わせるだけのね、膝蹴り、これ藤田選手だから耐えたと思いますよ、はい、つまりミルコの意図した攻撃が攻撃にヒットした場合、はい、そこの負傷はドクターとして消えるようになる、そういうことになります。これが偶発性のアクシデントであれば、これはノーコンテストの対象となり得るかも分かりませんけど、はい、これVTR 再生があると思いますけどもね、ミルコが狙った攻撃、ミルコ選手狙い通りの真下から突き上げてますよ、膝蹴りを。 K1 対の一軍は波乱の展開になりました。太田さん、はい、一言お願いします。そうなんですね、タックルをもう一つ高い位置でやれば膝が当たらないんですよ。そうですね、で普通でやるタックルをもろに膝を、まあ、ちょっと膝の位置なんですけどもね、それに入ってしまった、それがカウンターでこべかみに当たってしまったっていう、まあそういう結果ですね。そして金沢さん、はい、まあ、タックルに来るところを膝で合わせるっていうのは情動とも情動ではありますけどもね。そうですね、お客さんもしかしたら納得いかないかもしれませんけども、この短い時間の中で紙一重の勝負でしたよね。そうですね、藤田は確かにタックル取った、そしてミルコが練習通りそれに合わせた結果として当たりどころが悪かったわけですよね、はい、もしあそこで当たりどころが悪くなければ、藤田は得意のポジションを取ったわけですからね。金沢さん、はい、怪我の具合藤田なんですけれどもね、藤田に聞きましたら
頭の骨まで見える切れ方をしているということで、ここまでこれは、これは無理ですね。石井館長から今ライトアップしております。はい、どうも皆さん静かにしてください。はい、場内混乱の極み、どちらのファンもボルテージ上がっている。今度は僕たちが、今日は猪木軍が KO1 まで来ましたけど、今度は僕らが猪木軍に出向いていて完全に決着をつけます。納得してください。今日はたまたま問題があるだけです。以上、ありがとうございました。石井館長の完全決着宣言。はい、ミルコの、要するにたまたまって言うけれども、これね、打撃の選手が総合の選手と戦うときにみんな狙うんですよ。誰一人として使えたことがないじゃないですか。これはね、あの偶然のようだけども、僕は計算に計算を重ねたミルコの勝利だと僕はそう確信したいですね。あのミルコが昨日言っていたのは、まず藤田がタックルに来た瞬間、これを注目してくれと言ってたんですね。そのしかないんですよ。だから今日はたまたまお互いに一撃の必殺技を持ってる、たまたま今日はミルコが先手を取っただけのことなんですよ。ですね、だけどこの攻撃は偶然でも何でもないです。計算通りだと思います。その通りなんですが、体の表面が破れて血が出て、レフリーストップ、これはやっぱ納得いかない負け方なんですね。そうでしょうね。やっぱりだからある意味で、そういう形を超えた、またもう一試合したいというふうな藤田いるんじゃないでしょうかね。そうですね、これ見てください、これ今のね、言ってますね、はい、この瞬間ですね。金田さん、もう藤田ほどの実績があれば、当然膝は注意していたはず。そうですね、いい波乱の結末ですよね。まあ、あえて言えばですね、はい、2度タックルを切られたわけですよ。藤田のタックルを切る人間というのは僕は初めて見ましたよ、正直。金田さんでも初めて、はい、あの動きを見た時にね、そうすればこういう決着がもしかしたらあったのかもしれないですよね。あるかもしれない。バンナはその勝利の瞬間、両手そして両指を突き上げました。いや、もしかしたらお三方、これはミルコの膝が藤田の額を割った、これは何かこの禁断の扉に手をかけてそこを割った感じがしますね、金沢さんね。はい、そうですね、今回流血も厭わない戦いに出たのは K-1 ですよ。はい、それがなんか逆の目に出たような、猪木が引けないですね。そうですね、はい、そして太田さん、はい、確かにこれから誇りの高い勝負は続いてきそうな気がします。これからまだまだ続くでしょう。レスラーのタックルは基本的に組み合った後のタックルなんですね。離れてるところに入るタックルっていうのはなかなかできないものなんです。ですからある意味で藤田はすごい爆心に出たという形ですね。離れてる間に飛び込んだ、それはやっぱりパンチが来るかキックが来るか、まあ、それは予測をしていったと思いますけれども、それがああいうふうに、まあ、非常に残念ですが、そうですね、こめかみに当たってしまって、はい、まあ、ダメージはないにしろ血が流れてしまったらああいう形になってしまいますね。ただ的確にこの膝が藤田の額を捉えました。ドクターストップという決着、ミルコ勝利です。